その組み合わせで食べてました。健康のためにはタバコは吸わない方がいいというのは皆さんすでにご存知かと思いますが、実はタバコと同じぐらい危険な食べ物あることをご存知だったでしょうか。しかもこの組み合わせはベストコンビと思っている食べ合わせこそ体に悪影響をもたらしてしまうという可能性があるんです。ということで、今日の動画はタバコよりも危険最悪の食べ合わせ5選というテーマでお伝えしていきます。ダイエット中でも OK な食べ方っていうのも一緒にご紹介していくので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。それでは今日のテーマいきましょう。最悪の食べ合わせ1つ目、ラーメン餃子例えばラーメン×ライス、ラーメン×チャーハンが NG なのはなんとなく皆さんすでにね理解していると思います。これは糖質の摂りすぎとなりますもんね。そもそも皆さんはなぜ糖質の摂りすぎが太る原因になってしまうのか、体に悪いのかっていうのはなんとなくご存知でしょうか。それは糖質を摂りすぎると血糖値が急上昇して血糖値を下げるインスリンという肥満ホルモンと言われるホルモンが大量に分泌されるから。そしてこの時血糖値を下げる過程で糖が脂肪として蓄積されやすいんですね。そしてこうして糖質を摂りすぎてインスリンが過剰に分泌される、食生活が続いていくとインスリンが効きにくくなったり分泌されにくくなったり糖尿病になっちゃうっていう可能性が考えられます。その上糖質の摂りすぎによる血糖値の急上昇は糖化という細胞の老化にもつながっていきます。そのため糖質の摂りすぎは太るだけではなくって病気を引き起こすリスクもあるわけです。とはいえ餃子ならライスやチャーハンより糖質が少ないんじゃないと思いますよね。ただ餃子の皮には意外と糖質が含まれているんです。具体的な数値で言うと餃子1個で 3.5g 程度の糖質が含まれています。これってなんとチョコ1個の糖質量より多いんですね。なのでラーメンと餃子の組み合わせも実は糖質の摂りすぎとなってしまう可能性があるんです。とはいえラーメンと餃子セットで食べたいですよね。そんな時はラーメンの麺を少なめにする、餃子は2個か3個ぐらいにする、その分ラーメンの野菜、ラーメンに野菜とか海藻をトッピングして多めにするとか、ちょっとした工夫っていうのをしていただくことをおすすめします。最悪の食べ合わせ2つ目、ビール&ポテチ。これは言うまでもなくですよね。好きだったこの組み合わせ、ラーメン餃子も好きだった。ポテチだけでも太るのにビールを掛け合わせてしまうとさらに太ってしまう可能性大。というのもビールを飲みすぎるとカロリー、糖質の摂りすぎになっちゃうリスクに加えまして、お酒を摂ると代謝の要である肝臓に負担がかかって脂肪燃焼が後回しになったりとか栄養の吸収が邪魔されたりするんですね。また脂質が高すぎるっていうのも肝臓に負担がかかるので、そういった意味でもこのコンビは太りやすい組み合わせなんです。しかもこうして肝臓への負担がかかりすぎると太るだけではなくって脂肪肝、肝硬変といった病気につながっちゃう危険もあります。特に肝硬変は命に関わる病気である上、肝臓は沈黙の臓器とも言われているので、肝臓の障害が起こっても症状っていうのが現れにくいんですね。それが怖い。なのでダイエット健康維持のためには日頃から肝臓に負担をかけない食生活を心がけることが大切。ちなみに肝臓に負担がかかるものって多くの方がイメージするこうしたお酒やこってりしたものだけではないんです。ただ肝臓を回復させるっていうコツもあるんですよ。詳しくはこちらの動画でご紹介しているので、この動画終わってからぜひね概要欄からチェックしてみてください。ゆるく楽に痩せるには肝臓をストレスこと41キロ達成リバウンドなしのダイエットというこちらの動画です。最悪の食べ合わせの3つ目です。加工肉とジャムと食パン加工肉とは例えばハムやベーコン、ウインナーやサラミなど、こういった加工肉とジャムとパンを直接合わせることはないと思いますが、朝食は目玉焼きとウインナーとジャムをつけた食パンという方もね多いのではないでしょうか。
このような朝の定番の組み合わせは、実は体にとって悪影響となる組み合わせなんですね。まず WHO の発表によると、加工肉の発がん性レベルはタバコと同じレベルだと言われています。それは加工肉にはアショウ酸塩などの添加物や着色料、保存料などが多く含まれているからです。加えて市販のジャムやパンにもこうしたものが含まれている場合が多いんですね。さらに市販の食パンにはトランス脂肪酸という体に悪い油が入っているものも多くあります。なんとこのトランス脂肪酸は海外では使用が禁止されている国も多いほど危険性が高いので、日本では表示義務も使用制限もないんです。ちなみに原材料にショートニング、マーガリン、食物油脂などと記載されているものにはトランス脂肪酸が入っているものが多いと言われています。そのため食パンを購入するときはトランス脂肪酸が少ない、もしくは入っていないと記載されているものを選ぶようにしましょう。また加工肉は無添加のものを選んだり、ツナなどで代用する、ジャムも添加物が少ないものを選んだり、蜂蜜などで代用するっていう工夫もおすすめですよ。最悪の食べ合わせの4つ目です。ベーコン×ほうれん草。ベーコンとほうれん草の組み合わせって本当に合いますよね。美味しい。バターソテーやクリームパスタなどで組み合わせているっていう方も多いのではないでしょうか。しかしベーコンに含まれているリン酸塩という添加物がほうれん草に豊富な鉄分とカルシウムの吸収っていうのを邪魔してしまうんですね。そのためせっかくほうれん草で栄養を取ろうとしてもベーコンと組み合わせることでその効果を台無しにする可能性があります。しかもベーコンには先ほどお伝えしたアショウ酸塩という添加物が含まれている場合多いです。そしてこのアショウ酸塩とほうれん草の硝酸は体内で発がん性物質を作り出しちゃうかもっていうふうにね言われています。そのため先ほど同様、無添加や発色剤不使用のベーコンを使うようにしたり、ベーコンを軽く茹でてから使用するっていうのもいいかと思います。最悪の組み合わせの5つ目です。チョコ×ナッツこのチョコとナッツのね組み合わせというのは好きな方かなり多いのではないでしょうか。過去の私もナッツ入りのチョコを常にストックしていたほど大好きでした。アーモンドチョコやマカダミアチョコなど本当に美味しいですよね。はい。ただチョコとナッツを組み合わせてしまうと最初に太る組み合わせになってしまうんです。それはチョコにナッツがプラスされることで単純にカロリーが高くなるということに加えて、糖と脂肪は最も太る組み合わせだからです。なぜなら糖質によって出されるホルモンが脂質を体脂肪として蓄積させる作用があるから。詳しく説明すると、最初の方でもお伝えした通り、糖質を摂ると血糖値上昇する、インスリンという血糖値を下げるホルモンが分泌されますよね。そしてこのインスリンには糖を脂肪として蓄積する作用があるので、糖質の摂りすぎは太る原因になるでしたよね。加えてインスリンは LPL というホルモンを活性化して脂質を分解して体脂肪に入りやすくしてしまうっていう作用があるんです。そのため糖質×脂質の組み合わせって最強に太る組み合わせなんですね。同じ原理で言うと、ナッツとドライフルーツの組み合わせや食後のナッツ、甘味料たっぷりのナッツも太ってしまうリスクが高いです。とはいえナッツ自体は糖質が低くって栄養も豊富なので、単体であればダイエットに効果的なおやつなんですね。ただしナッツ脂質が高い、当然食べ過ぎは NG、1日につき1つかみ程度、これぐらいをね目安にしていただけるといいかと思います。それでは物足りない、ナッツだけではどうしても満足感がないという時は、食べる小魚プラスしたり飲み物と一緒に摂るようにするっていうのもおすすめです。こうすることでかなり満足度がアップするかと思います。ちなみにチョコを食べたい時は高カカオチョコを選ぶと、カカオの栄養がしっかり取れて糖質も低く血糖値も上がりにくいので太りにくいチョコだと言われていますよ。
いかがだったでしょうか。その組み合わせで食べてましたというのも多かったのではないでしょうか。他にもダイエットの小ネタをインスタや公式 LINE でもたくさん発信しているので、あとサブチャンネルで私の3食の食事とかを密着でカメラ回して撮っているので、ぜひ参考にしてみていただけると嬉しいです。概要欄からチェックしてみてください。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー、松田りゅうでした。今日もごちそうさまでした。バイバーイ。